皆さん、マスコミに騙されてませんか？そしてなんでマスコミは読者を騙すようなこと、混乱させるようなことを言ってるんでしょうね。国民の不安感を煽って何をしたいんでしょうか？正しい情報を提供してくれて、それが恐怖心を煽る結果になってしまったら、それは仕方ないと思うんですが、今回はね。皆さん、こんにちは、はにゃです。本日は1月の15日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、やっぱり国民が賢くならないと、マスコミに踊らされて自分たちが不幸になるんですね。ということになります。で、この動画では政府のやってることに対して論拠なくクレームを出すマスコミというか、今回は共同通信の記事を批判したいと思いますので、どうぞ最後までお楽しみください。そしてね、ぜひとも最後までご覧になった上でチャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。そしてもし皆さんが今回の共同通信さんの記事の方が正しいよと思われましたら、ぜひともその根拠をコメント欄にでも書いててください。ってコメントなくなっちゃうかな。では、早速本題に参りましょう。今回紹介します記事は、共同通信さんの1月14日の記事ですね。題名は、宣言再発令1週間、効果兆しなく、重症者最多920人、病床逼迫ですね。では、記事の方も確認していきましょう。以下引用です。政府が新型コロナウイルスの感染が広がる東京と埼玉、千葉、神奈川の1都3県を対象に緊急事態宣言を再発令してから14日で1週間となった。効果の兆しは見えず、感染者数が膨らみ、14日は全国で新たに6608人の感染者と66人の死者が報告された。菅義偉首相は1ヶ月後には事態を好転させると強調するが、重症者数も過去最多の920人となり、病床の逼迫状況は悪化。人手の減少も限定的で、政府・与党内に危機感が募る。政府が2月7日までの宣言期間中、飲食店の営業時間を午後8時までに短縮したり、不要不急の外出自粛を求めたりして、感染を封じ込める方針。以上ですね。で、皆さんはこの記事をご覧になってどのように感じられたでしょうか。多分ですね、こんな風に感じられたんではないでしょうか。すなわち、残念ながら全国的に感染者数が増加した結果、せっかく1月8日午前0時から緊急事態宣言が、切り札として再発令されたんだと。でも、1週間経っても効果がない。もうどうしようもないわ。今の政府はもうダメやわ。ってことだけ伝わってきたんじゃないでしょうかね。この記事からは。しかし、この記事は、必要な情報は一応全部書いてるんですよ。確かに。でもね、散りばめられていて流れがめちゃくちゃなんですよ。しかも例によって見出しが誘導的。一体この記事を読んだ人に対して何を伝えたかったんでしょうかね。で、そもそも皆さんご存知の通り、感染症対策について政府が何かを行った時に、感染者数について影響が出てくるのは2週間ほどかかると言われています。それはこれまでも言われてきたことですし、分科会でも1月5日に例の尾身先生トーンダウンというデマが流れた時にも、尾身先生がちゃんとね、説明されています。すなわちこんな説明をされているわけですね。対策を打って効果が出始めるのに2週間、余裕を持って1週間。だから足して1ヶ月とかで結果が出るかもしれない。難しいけど、そういうふうな趣旨の発言を尾身先生は1月5日にされていました。ですから、1月8日に再発令されました緊急事態宣言で、新規感染者数が減少傾向に転じる効果が出てくるのは、2週間後の1月22日前後まで待たないといけないんですよね。しかし、今回の記事では1週間しか経ってない1月14日について、宣言再発令1週間効果兆しなく、重症者最多920人、病床逼迫と見出しをつけている。そして記事の中身を見れば、菅義偉首相は1ヶ月後には事態を好転させると強調するが、重症者数も過去最多の920人となり、病床の逼迫状況は悪化と記事では表現されてましたよね。これはね、完全にミスリーディングです。というか、間違ってます。先ほども言いましたが、現在出てきている重症者については、緊急事態宣言が出される前の行動によって感染した人の話であって、緊急事態宣言の効果と現在の重症者数には全く関係がありません。それなのに、このような記載をしている記事というのは、菅首相を間違った根拠で批判していると読み取れますね。結局この記事から読み取れるのは、何か事実を報じようとしてるんじゃなくて、政府批判をするためにどっかから材料を集めて適当に記事でも書いてるのかということになるわけですよ。でね、むしろ緊急事態宣言の効果が微妙であったことを示す材料は、この記事の中にある人手の減少も限定的という部分ですよね、むしろね。今回の緊急事態宣言では、分科会の提言により、感染リスクが高いとされます飲食の場でのおしゃべりを回避するために、飲食に関するところに絞った急所を狙った対策を目的としています。そのために、いろいろ意見がありますが、飲食店を中心とした営業自粛、時短要請などを行ってますよね。そして北海道などの11月の取り組みなどから得られたデータをもとに、人手が減れば感染が抑えられることもまた政府に分科会の方は提言されています。したがって緊急事態宣言が出ても人手の減少が限定的だというのは、これは政府からするとまずいわけですよね。もちろん飲食の場での感染が完全にストップすれば、人手が多くてもいいんだと言えるでしょうが、現実問題、人が外に出れば飲食も利用するわけで、飛沫も飛びますからね、一定の割合で。従いまして、共同通信さんが緊急事態宣言が出て1週間経つが効果の兆しが見えないというふうな記事を書きたかったならば、人手に関する話を書くか、飲食での利用の話を書くかなどしなければなりません、根拠として。そうでないなら、今回の共同通信の記事は、記事としての価値は著しく低いとしか言えませんね。むしろ今回の重症者数が増えてきてしまっていることについてはね、1月15日のちょうど2週間ほど前、すなわち年末年始の国民の行動の結果なんですよね。そういうふうなことを考えていくと、マスコミからしたら何かまずいことでもあるんですかね。皆さん何か思いつきますか？そういえば思いつきました。年末年始については GoTo トラベル全国一律停止が始まった時期と一致しますね。28日からでしたから。で、私の GoTo トラベルに関する意見というのは以下の通りなんです。すなわち、GoTo トラベルそのものは感染拡大の大きな要因ではないと。しかし、通常の経済活動と同様の感染拡大リスクが GoTo トラベルにもあるので、営業自粛などを求めるのと同じ意味で GoTo トラベルは停止すべきだと。そんなふうに私は考えています。従いまして、GoTo トラベルそのもので感染者数が激減したりはしないと思ってます、私は。願わくば、どうもね、年末年始の人の動きはそこそこ減少してるっぽいので、初詣客とか 50% 減とか聞いてますからね。ですから、まさに今、1月15日あたりから新規感染者数が減ってくれるといいなとは思っています。しかし、一部のマスコミや立憲民主党などが、常識に考えて GoTo トラベルが感染拡大の主な原因なんだというふうに GoTo トラベルを特別してあれだけ叩いてきたわけですよね。小沢一郎さんなんかも GoTo トラベルに固執してあれだけ感染拡大を広げやがってみたいな感じで菅総理のことを批判してますよ。ただ、尾身会長がね、あれだけ何度も GoTo トラベルだけを特別視しないでほしいと言っていたのに、それを無視してきたわけですよね。マスコミも立憲民主党も。あくまで尾身会長は GoTo トラベルを特別視してはいけない。感染させやすい状況というものがあるのだから、そこの部分をちゃんと一人一人の国民が注意することが必要なんだ。そしてそのことを国民に知ってもらうことが必要であって、政府は分かりやすいメッセージを国民に伝えてほしい。と、会見で尾身先生は何回もお願いしてましたよ。にもかかわらず、なぜか GoTo トラベルだけを特別視して、分科会がお願いしてきたような国民の行動変容を促すことを立憲民主党やマスコミが拒否してるんですよね。もちろんですね、分科会の提言を国民に伝える一番の責任者は政府です。したがって国民に分科会のメッセージが伝わっていないのは、菅政権の失敗であることは間違いないと思います。しかし、なぜマスコミや一部野党は分科会の提言を無視して別のことばっかり国民に伝えようとしてるんでしょうね。検査体制もそうですよね。その結果、年末に GoTo トラベルを利用せずに忘年会などで感染させまくっているという現実があるわけでしょ。これはまさに GoTo トラベルを特別視しすぎた結果とも言えるんじゃないですか。GoTo トラベルさえしなかったら何してもいいんだっていうふうに考えてしまった輩がいるんでしょ。で、そう考えてきますと、先ほど説明しましたように、本来であるならば今の感染者数の話、もしくは重症者数も若干そうかもしれませんけども、そういうふうな感染者絡みの話などはまさにですね、GoTo トラベル停止が始まった年末年始の結果なんですよ、今の話は。にもかかわらず、1月15日現在、感染者数や重症者数が減ってないことと GoTo トラベルの停止を共同通信がつなげなかったのは意図的なんですかね。 GoTo トラベルが感染拡大に大きな影響がなかったことの証拠だとか、マスコミや一部野党が GoTo トラベルだけを悪者にして一般の人たちをある意味洗脳したというふうに批判されるのを避けようとでもしてるんでしょうかね。あえて関係のない1月15日の重症者数と1月8日から始まった緊急事態宣言をつなげた理由というのは何なんでしょうね。ちなみにですね、先ほど東京都の新規感染者数が2000人ほどで、しかも検査件数が1万7000件ほどという話が出てきました。先日や先々日は新規感染者数は1500人程度でした。しかし、この時にはですね、実は検査件数が3000件あるかどうかレベルだったために、実は陽性率が 40% ほどだったので、昨日、おとついの新規感染者数が少なかった原因は単純に検査件数が足りなかったことだというのが専門家の基本的な意見でしょう。ただ、今日は1万7000件やって2000人ぐらいですか。で、今日も陽性率が 10% を超えており、全然楽観視はできませんが、先週なんかね、2500人ぐらいみたいな話がありましたから、それ考えますと、もしかしたら思ったほど今日なんか見たら感染者数が多くは出てないというふうに評価できるかもしれません。そんな結果になってますね。で、もしかしたら GoTo トラベルを停止した結果が今出てきているのかもしれません。私はまずは新規感染者数が減ってくることを祈っていますが、マスコミや一部野党の人たちは非論理的な話を振りまいて国民を混乱させてどうする気なんでしょうね。単なる勉強不足なのか、別の意見を持っているのか、それとも何か意図的なんでしょうか。皆さんはどう思われたでしょうか。ぜひともね、何かご意見ありましたらコメント欄の方にお寄せください。そしてぜひともチャンネル登録、高評価もお待ちしております。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。